なるほど。黙っちゃダメですからね。これさ、どう思う？量がしてたブルースと比べて、もうなんかいわゆる従来の南部の匂いのするブルースっていうものが南部から上に上がってさ、都会的になってさ、ビーバップとかさ、ハードバックのかなり細分化されたコード進行の中でのブルースがさ、いわゆるジャズでのブルースにはなってるけど、これはいわゆるセブンス感のコードで言えばセブンス感のあるブルースには聞こえないよね。そうなんだ。うん。でかつ今パッと聞いてブルースっぽいフレージングとかもあんまり感じないし。そうなんだ。うん。だから俺思ったのね。だからこそ曲名がブルースなんじゃないかな。あ、そうなんだよね。うん。さすが、すがすね。いや、って思った。でもめちゃくちゃかっこいいね。そうなんだよね。これをタイトルがブルースじゃなくて、普通にね、うん、さっきのケイトソングみたいな感じついてたら、うんうん、多分誰もそういうこと意識せずに普通に聴いちゃうもんね。コードレスの超アンサンブルしてる曲あるぐらいにしかね。そうだね。これは俺らの世代でやるブルースがこれなんだぜっていう。なるほどね。あれだ。しかもそれを最後のやっぱ究極味に持ってくるところだね。そうだね。だからここに何かこうやっぱりゴルフスミスのなんかこういうさスタンダードを入れて、うん、その自分らのブラックミュージックというもののルースがここにあるぜみたいなメッセージがここにも置かれている気がする。そうだね。なるほど。どうですかリベラル君、これ12小節ですか？どうなんですかね。なるほど。なんかそうだから12小節だった今なんか数えてたけど、それの時もあったよ、うんうん、なんだけど、多分さコード進行がさあ、そうっす、ごめんね、あ、まあいいや、はい、まあ今ね、今前回のゲストのスー君が羽田が言ってましたけれども、まあブルースって本来12小節単位ですからね、まあ3コードとかその前に12小節単位っていうところが、スピリチュアルなわけで、その単位には聞こえないような感じになってる。まあいいや、とりあえずリベラル、リベラル。どうこれ？野菜に例えると何かってぐらいに。ブルースでしょ。あ、君は青森の三沢で沿岸だから。お魚に例えたら何かでしょ。この曲の印象をお魚に例えよう。じゃ。ドンと言った、ドンと。油目です。けどブルースも、ブルースブルースってさ、うん、元々なんか、え、本当のルーツ、ブルースのルーツって、ブルースのルーツは、労働、あれ違う、労働がしない。うん。そうそうそう。だよね。そう。どう？終わりなんだ、これで。そう。あ、今、フェードアウトしてもらってるんですか？ブルースのルーツをたどったら多分それはクラシックのミュージックになるんだろうけど、あと黒人音楽的な始まりで言えばね、うん、まあそうだよね、その現そうなんだ、音楽的な知識で、うん、ブルースってものを見た時に、うん、じゃあその型にはまってるかはまってないかって言ったら、うん、その12小節ので区切ってるところはあっても、うん、まあ、ブルースって呼び難いところ、うん、もうでしょ。そう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 。でも、でも俺も聞いて、これを聞いてんじゃん、ブルース、いわゆるこれがブルースなんだよって言うと、え、これブルースなのみたいな、俺のイメージするブルースとも、うん、また違う、ちょっと違うなみたいな。なるほどね。だからこれは題名からも、うんうん、やっぱラッパーみたいなもんですよね。はいはいはい。これ題名からも問いかける。はいはいはい。サナバの曲で言えば何だろうね。サナバの曲で言ったらスマッド。いや、サナバの、え、ガチでサナバの曲で言ったら、うん、里じゃないかな。里ね、うんうん、里ね、里じゃないかな、里ね、里ね、うんうんうん、わかる、なんか言いたいことなんかちょっと分かっちゃった、里じゃないかな、うん、すげえなんか、リベルがなんか真面目にガチで
語ってんのがなんかごめんすごいよね。キモいって言うすげえ笑っちゃう。一応今日さ誕生日だからさ、あーちょっと立ててあげてなんか結構そうそうそう、ね、立ててこの動画では頑張って、そうそうそう、笑うの我慢するわ。そうそうそう、佐藤じゃないかな。なるほどね、確かに。で、あれをさ聞いただけでさ、聞いただけじゃない、こう表面的なものは分からない、なかなか分かりづらいと思うんだよ。うーん、題名でこう聞いてくださいっていうことをこの題名で、うん、彼は述べてるじゃないですか。こういう風な視点で聞いてください。はい、すいません。ああ、はい。